ナンバー・アンダーライン・アイ、ラブポテト・ CM 撮影の裏側に密着。メンバーの素顔と努力に涙。ナンバー・アンダーライン・アイの仲良し度マックス。マクドナルド・ラブポテト・ CM メイキングで笑顔が止まらない。ナンバー・アンダーライン・アイという名前が広く知られるようになったのは、そのメンバーの個性と才能が一体となって、エンターテインメント業界に新たな風を吹き込んだからに他なりません。特に、 最新のラブポテトキャンペーンは、ファンの間で大きな話題となり、その舞台裏を垣間見ることができるメイキング映像が公開されたことで、さらに注目を集めました。このキャンペーンは、単に商品のプロモーションにとどまらず、ナンバーアンダーライン愛のメンバーたちがどのようにして視聴者に楽しさを届けるか、その努力と情熱を余すところなく見せる場ともなりました。キャンペーンの中心には、 シンプルながらも日本中で愛されているマクドナルドのポテトがありました。しかし、それ以上に印象的だったのは、メンバーたちの一生懸命な姿勢と、その背後にあるチームワークの素晴らしさです。メイキング映像を通じて、普段は見ることができない撮影の裏側が明かされ、ファンたちはそのプロセスに魅了されました。彼らがカメラの前で自然体で楽しんでいる様子からは、 緊張感やプレッシャーの中でも笑顔を絶やさないプロフェッショナリズムが感じられます。この姿勢こそが、ナンバーアンダーライン愛が多くの人々に愛され続ける理由の一つでしょう。また、メイキング映像は、ファンにとって非常に貴重な内容でした。撮影の裏側を知ることで、彼らが普段どれだけの準備と努力を重ねているかを実感し、応援する気持ちがさらに強まりました。映像の中でメンバーたちが笑い合い、 時には真剣な表情で取り組んでいる姿は、彼らの人間性とプロフェッショナルとしての一面を同時に映し出していました。ファンにとって、そのような瞬間を共有できることは、応援しているアイドルとの絆をより深める機会となったのです。このキャンペーンは、単なる広告やプロモーションを超えて、ナンバーアンダーライン愛が持つエンターテイメントの力を最大限に引き出すものでした。彼らの魅力は、 商品を魅力的に見せるだけでなく、視聴者に共感を与え、共に楽しむという体験を提供する点にあります。ファンが、ラブポテトを手に入れるためにマクドナルドに足を運ぶのは、その背景にあるストーリーと、彼らが心から楽しんでいる姿があるからこそでしょう。さらに、このキャンペーンはファンだけでなく、広く一般の視聴者にも訴求力を持っています。ナンバーアンダーライン愛のメンバーが見せる親しみやすさと、 商品の魅力を自然に引き立てる表現力は、エンターテインメントの枠を超えて、人々の日常に溶け込んでいます。彼らの存在が、ただのアイドルグループではなく、生活の一部として受け入れられている証拠ともいえるでしょう。また、メイキング映像を通じて、視聴者は彼らの裏側の努力を見ることができ、より一層の共感と応援の気持ちを抱くようになります。これが、 ただのプロモーション以上の価値を持つ理由であり、彼らの活動がどれほど深い影響を与えているかを物語っています。彼らの姿勢から学ぶことは多く、特にその一貫したプロ意識と仲間との協力の重要性は、どのような状況でも成果を上げるために不可欠な要素です。そして、このキャンペーンを通じて、彼らがファンに対して抱く感謝の気持ちも強く伝わってきます。n o ーアンダーライン愛のメンバーたちは、 常にファンとのつながりを大切にし、その期待に依頼ようと努力を続けています。このような姿勢が、彼らのファンベースをますます広げ、深めているのでしょう。また、彼らの成功は、時代の変化に対応しながらも、常に進化し続けることの重要性を示しています。ナンバーアンダーラインアイは、その魅力的なビジュアルやパフォーマンスだけでなく、時代のニーズに応じた新しい挑戦を恐れずに行ってきました。 彼らの成長はエンターテインメント業界においても他のアーティストやグループにとってのロールモデルとなりさらに多くの人々に影響を与えることでしょう。さらに彼らの活動は社会的な側面にも影響を与えています。例えば彼らが参加するキャンペーンやイベントを通じて若者たちに対しての影響力が非常に大きいことがわかります。彼らの行動や発言は ファンのライフスタイルや価値観にも少かなからず影響を与え、ポジティブなメッセージを伝える役割を果たしています。これにより、ファンだけでなく、広く社会全体に対しても良い影響を与えていると言えるでしょう。このように、ナンバーアンダーライン愛の活動は、単なるエンターテインメントの提供にとどまらず、社会全体に対しても深い影響を与えています。彼らが持つ影響力は、今後ますます広がり、 より多くの人々にポジティブな変化をもたらすことでしょう。結論として、ラブポテトキャンペーンとそのメイキング映像は、ナンバーアンダーライン愛の魅力とその背景にある努力を余すところなく伝えるものでした。ファンにとっては、彼らとの絆を深める貴重な機会となり、一般の視聴者にとっては、彼らの新たな一面を知るきっかけとなりました。ナンバーアンダーライン愛は、これからもその魅力と影響力を発揮し続け、 さらなる高みを目指して進化し続けることでしょう近年広告キャンペーンにおけるアプローチが進化し続けています単に製品やサービスを宣伝するだけではなく視聴者との深い感情的なつながりを築くことがますます重要視されているのです特に日本のエンターテインメント業界においてはこのトレンドが顕著に見られ視聴者の心を捉える巧妙な手法が多くのキャンペーンで展開されています 最近の例として、人気アイドルグループナンンバーアンダーラインアイとマックフライポテトとのコラボレーションによる広告キャンペーンが話題となっています。このキャンペーンは、単なる商品のプロモーションにとどまらず、ファンとの感情的なつながりを強化するという、新しいアプローチを取り入れています。このキャンペーンの一環として公開されたメイキング映像は、特にファンの間で大きな反響を呼びました。映像の中では、 ナンバーアンダーラインアイのメンバーたちが真剣に撮影に取り組む姿や、リラックスした表情でポテトを楽しむシーンが映し出されており、普段は見られない彼らの素顔が垣間見えることで、ファンにとって非常に貴重なコンテンツとなっています。これにより、ファンはより一層ナンバーアンダーラインアイへの愛着を深め、結果的にマックフライポテトへの関心も高まるという相乗効果が生まれています。特に、日本の消費者文化においては、 ブランドや製品そのものだけでなく、それに関連するエンターテインメントや感情的な体験が購買行動に大きな影響を与える傾向があります。ナンンバーアンダーラインアイとマックフライポテトのコラボレーションは、まさにこの点を巧みに捉え、ファンに対して製品の魅力を直接的にアピールするだけでなく、感情的なつながりを通じて間接的にも製品への興味を喚起しているのです。このような広告戦略が成功する理由の一つに、 メイキング映像がファンにとって裏側を覗くという特別な体験を提供している点が挙げられます。普段は見ることができない撮影の裏側やメンバーたちがカメラの前でどのように振る舞っているのかを知ることでファンは彼らをより身近に感じることができます。このような感情的なつながりはファンの忠誠心を強化し結果的にブランドや製品への愛着を高める要因となっています。また メイキング映像が公開されることで、ファンはナンバーアンダーライン愛のメンバーたちのプロフェッショナルな姿勢や、彼らが撮影に対してどれだけ真剣に取り組んでいるかを目の当たりにすることができます。これにより、ファンは彼らへの尊敬の念を深め、応援したいという気持ちがさらに強くなります。このようなファンの感情的な反応は、最終的には製品の売り上げにもつながる重要な要素となるのです。さらに、 このキャンペーンが成功しているもう一つの理由は、消費者が共感しやすいテーマを扱っている点にあります。ポテトという日常的な食べ物をテーマにすることで、広く一般の消費者層に訴求することができるのです。特に、日本ではポテトがファーストフードの定番として親しまれており、その親しみやすさがキャンペーンの成功に一役買っています。また、ナンバーアンダーラインアイという人気アイドルグループとのコラボレーションにより、 若年層から中高年層まで幅広い年齢層にアピールすることができ、結果的にキャンペーンの影響力を大きく広げることに成功しています。このように、ナンンバーアンダーラインアイとマックフライポテトのコラボレーションによる広告キャンペーンは、単に製品を宣伝するだけでなく、感情的なつながりを築くことに成功しており、これがキャンペーンの大きな成功要因となっています。今後も、企業が消費者との関係を深めるために、 感情に訴える広告手法がますます重要視されていくことでしょうそしてその中でどのようにして消費者の心を捉え製品への興味を喚起していくかが企業の広告戦略における重要な課題となっていくのです今回のキャンペーンが示しているように単に製品をプロモーションするだけではなく消費者との深い感情的なつながりを築くことが現代の広告においては必要不可欠です これからの広告戦略においてもナンバーアンダーラインアイとマックフライポテトのように感情に訴える手法を取り入れることでより多くの消費者にリーチしブランドのファンを増やしていくことが求められるでしょう。